警察署の斜め前にあるですね、備前汁なし担々麺トラボルタというところにやってきました。最近ね、テイクアウト始められたっていうことで、ここにテイクアウトもね、あります。こちら金富士メニュー、ラーメンですね。基本的にはね、醤油とネギとチャーシューライス感じで、でこっちがメインのトラボルタの担々麺のメニュー。めちゃめちゃいっぱい種類がいっぱいある。担々麺もオンと冷で、あったかいのと冷たいのがありますね。トッピングとか、あとはプラスで食べれる、単品とセットのメニュー、デミカツ丼とか、もう丼系とか唐揚げ系とか、エビ水餃子とかね、私エビ水餃子めっちゃ好きなんよね。あとは単品のお持ち帰りもメニューができたということでですね、こういう感じで餃子とか美味しそうやな。こうやってですね、あの発見機でさっき見たメニューがこうやってゆっくり見れるようなシステムになっています。最初にこうこれを見て発見するような感じですね。こうやって全部選べます。こうね、こう売り切れの商品もちゃんと見れるようになってます。まずは温玉を入れます。これ温玉いきます。いいね、いい、うーん、チョイスこの卵を入れることでこう混ぜた時にねコクが出てこうマイルドになってすごいやっぱ食べやすいので、私は卵をいつも乗せて食べます。はい、じゃあいただきまーす。いきまーす。うん、安定の美味しさです。安定の美味しさなんですけど、この辺を入れた口に入れた時は卵のこのマイルの感じがすごい広がって、あんま辛くないかもって思うんですけど、後からこれ辛さがどんどん来るんで、あ、これだ、辛くない汁なしあえ麺、辛くない汁なしあえ麺っていうのもありますので、ぜひこちらも利用ください。あとは辛さもっと増やしたいなっていう人はこの辛さトッピングで辛さを辛口とかもっと辛くすることも、激辛とか鬼辛とかまですることができるので、
パスタ。あ、ありがとうございます。金富士ラーメンです。金富士ラーメン。はい。わあ。美味しそう。けど、汁なし担々麺しかなかったんですね。で、あのここの店舗だけあの、まあ、いろんな人にもね、これから来ていただきたいなっていう意味も込めてラーメンを提供し始めたということで、食べやすい、あっさりよ、ブレンド醤油、水曜が久しぶりに食べますね。うん、プリプリの芋と肉のマッチ、このなんかエビの旨味が肉にも伝わって入ってるっていうか、染みてて肉にで、肉の食感なんだけどエビの味もするっていう、しっかり隠してやっとこういうこと、そうそう、それでね、なんか大変さが分かるね。いや、これさ、一回やるだけで結構しんどいんだけど、何個も何個作るか手検証になりますね。あですよね。もうちょっとネギ入れた方が良かったのか。冷ややっこのネギ。今日いつも食べていたラーメン、あの担々麺をね、こうやって自分で作ってみるっていうこともさせていただいたんですけど、あの一番はやっぱこうラーメン屋さんの人とかこうやってこう水切り、あれ簡単そうに見えるけどマジで手が痛すぎ。一回やっただけなのに無理。もうあの本当に。すごい力をかけてやってるんだなっていうのがもう1回で十分分かったなって思いました。見栄えもね、こう普通に出てきてるのが当たり前じゃないんだなってすごい思いました。こうやってやってみると、はい、まあ、ね、難しいですね、本当。でもあの担々麺はとても美味しいので、あのよくかき混ぜて皆さんいろいろカスタムしてね
こちらの汁なし担々麺、ぜひ食べてみてください。あとラーメンもね、ぜひ食べてみてもらえたらなと思います。今日はありがとうございました。かのでした。今日の動画はいかがでしたでしょうか。いつも最後まで見てくれてありがとうございます。いつもね、皆さんからのコメントとか、DM とかめちゃめちゃ励みになってます。もうね、動画を作ったりするモチベーションにもなるので、今後とも皆さんどうぞ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。よかったら今回の動画にもコメントしてください。よろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。